元気ですか？ああ、元気だよ。今、なんか、2時間前に起きました、ね。おう、じゃあそれはちょっと会話で話しましょう。あ、大丈夫。じゃあ早速始まりますね。はい。お名前はジョンさんですかね？あ、私はジョンです。ジョンでいいですか？ジョンの。あ、はい。もう初めまして、ジョンさ初ん。めて、ちょっとお願いします。ですね。最初に、ジョンさんの、まあ、簡単で自己紹介をしていただけますか？はい。私はジョンです。アメリカから来ました。今、フロリダに住んでいますけど、2年ぐらい日本に住んでたから、今、日本語を勉強してる。アメリカのフロリダですか？うん。州、フロリダああ、州です。本当なんですね。うん。私も行きたいですね。マヤミ。マヤミに行きまあ、たい。本当には私のいつも、私の友達はいつも、ああ、フロリダは本当にいいですね、と言うけど、住んでるはちょっと大変ですけど、旅行はいいです。なるほど。旅行はいいですけど、住んでるは大変ですね。ジョンさんの趣味は何ですか？今何をしていますか？それ私の難趣味？しい。お、かっこいい。これは私の趣味。自分で作ったんですか？あ、自分で、これは日本に、あ、日本で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 作りました。おお、かっこいいな。アニメは結構見ますか？アニメ結構見る。多あ分、小学生時に、小学生の時にアニメを見ました。初めてあ。のアニメを見ました。なるほど。今は学生ですか？働いてますか？今はと、なんか、何の言葉か。大学生じゃなくて、でも今私の友達一緒に、働きます。ああ、なん会か、社ですか？会社、どんな会会社、社ですか？会社。会社です。あと、自分で、今プログラミングしてる。おお、なボるス。ほど。どんなプログラミングでしょうか？ゲームみたいです。ああ、ゲーミングなんですね。難しいですか？簡単ですか？ まあ、私の友達もっとプログラミングするけど、私の仕事は、アイディアを考える。今私の友達は、小さいゲームを作りますから、私は、ちょっと直すするの、応援する。そうなんですね。プログラミングですね。どのぐらいですか？働いてるのが。1年半ぐらいか。1年ああ。半、なんか、2年ぐらい日本を勉強し、日本で日本語を勉強したけど、プログラミングを私の友達の、一緒に働くの時、1年半です。今は日本の友達と一緒に働いてますか？いえ、これは私の、それの、ああ、学生わ のか友り達。ました。日本で2年ぐらいでこのぐらい日本語を喋れますか？2年ぐらい。日日本本語。の、それはまあ、羨ましいな。いえ、まあ、なんか、本当に、まあ、本当に多分、日本の友達のために日本語を勉強したと思います。説明するのとき、働、あの、話すのときは、日本人の友達がいつも、私の日本語は、いつもじゃなくて、でも、時々、ああ、何と言ったと言うから、私は、ああ、もっと上手になったら、私の友達は私の説明を理解ができます。と思ったか。おお、多素晴分、ら友しいです達とね。か、そして、他の日本人のために日本語を勉強した。素晴らしい。それは日本のどこですか？東京で？ああ、千葉。ああ、東京の近くの物件千で葉すめっね。ちゃ大好きだよ。本当に、なんか、たくさん家族がいますから、ちょっと、
いい場所と思います。まあ、千葉とか、埼玉とか、そあ、の埼県玉は。は、まあ、結構、私、今、ネパール人なんですけど、ネパールの方も結構いると思いますね。でも、あんまりネパール人の見ませんかった。ああ、どこの方が多いでしたか、その時は。なんか、本当に初めてのインタビューをしたから、ちょっと。ああ、全然ゆっくり、まあ、考えて、遅くなっても全然問題ないですね。ニパール人か？そうです。ネパール人です。どうして日本語を勉強したいだった？私も今日本に住んでいたんですけど、日本の会社で働いています。日本会社で働きたいだったけど、私の日本はまだ上手じゃないいだったや、かでも、まあ、会社によって全然違いがあるんですけど、まあ、日本語が大事な会社ももちろんあると思いますが、まあ、そんなにまあ、プログラミングとか、もうちょっと IT に関する仕事だったら、まあ、そんなに日本語確も大事じゃないかなと思ってます。かに。石堀さんの趣味は何ですか？私の趣味はですね、サイクリング、サイクリングか。ランニング、旅行、あと動画を撮るのも、まあ、めっちゃ好きです。いいですね。それと、あとは、まあ、ちょっと、こうやって、まあ、皆さんと会話をすることも、まあ、最近始まりましたが、これも結構面白いですね。面白いだよ。はい。他の質問がありました、私の。はい。あ、あります。もちろんありますね。それですすみまね、せん、ちょっと、本当には、ちょっと、なんか、私の気持ちは、ワクワクですか？ 緊なん張しか、てますか？緊張、まあ、緊張、でも、まあ、本当には、石堀さんは、まあ、緊張かな、緊張。いや、ゆっくり、ゆっくり話しましょう。それはですね。まあ、ちょっとゾンさんにしたい質問なんですけど、まあ、2年ぐらい日本に住みましたね。2年ぐらいのミスとか。それ、日本とアメリカの生活で何が違いますか？どっち？例えば、家賃はめっちゃ高いし、アメリカの賃はめっちゃ高いし、食べ物はちょっと美味しいけど、多分体めっちゃ悪いになると思います。これは、this is like average. 英語ができるから、多分。Like average, like American, like food and stuff. 多分の、自分で料理を作るなら、大丈夫けど、よくたくさんのアメリカ人は、ファストフードとか、甘いものとから、良くないの食べ物を食べます。ああ、なるほど。たと、そうし、ん。ご、どうぞ。あ、どうぞ、どうぞ、すいません。あ、いえ、そして、私のフロリダの街で、何もじゃなくて、外で、例えば東京じゃなくて、千葉に住んでたの時、私はめっちゃ暇と思ったら、ちょっと電車に乗って、秋葉原とか、千住とか、新浅宿？草寺はどこですか？浅草寺はどこ？私まだ東京に行ったことがないです。すみません。ちょっと忘れた。浅草寺。それ人気なところですか？どうしてこの I don't know why I forgot it. ちょっと待ってね。浅草。おお、浅草、人気なところですね。気温になったら、
他の場所へ行きます。でも、これらああ。で、私の町で、暇になったら、ゲームをする。そして、私の友達一緒に遊びますけど、ちょっと、あまり、出かけない。あまり出かあけんない。まり出かけないですかね。一人で暇なら、ここでゲームとか、東京で、日本で一人で暇なら、一うん。人で、出かけて、そして他の場所へ行きます。なるほど。それですね。まあ、最初は、まあ、家賃のことも少し話しましたが、例えば、アメリカの普通の家賃はどのぐらいですか？もう一度お願いします。に、それですね。家賃ですね。私ちょっと日本とアメリカの家賃、うん、ああ、家賃はと、どのぐらいですか？円なら100万ぐらいかな。ああ。100万ぐらい。アパートなら、アパート100万ぐらい。なる多分ほど。200万ぐらい。200万、100万ぐらい。おお。でも、日本では、アパートはちょっと、もう安いですね。500ドル。まあ、それは普通ですね、日本だったら。でも、アメリカが、US ドルと円の、ああ。考えるから、はい、ほど。例えば、1000US ドルとか2000US ドルなら、あと2万、200万。おお、それは結構高いですね。うん。でもね、ゾンさんはアメリカと日本どっちの方が住みやすいですか？多分、日本と思います。あ、そもしちたろん。ら、どうして、まあ帰りましたか？ アメリカに。ビザ終わったああ。ビザ終わりましたから、ちそょっの時と、は学生ビザですか？学生のビザだ。それは何ですか？更新することができないですよ。仕事を探しましたけど、本当に私の本物の答えは、私は東京とか、千葉県とか、この場所が好きだったけど、仕事を探してるの時、いつも、社長さん、このカンパニーの社長ちゃん、社長、東京来て、そしてインタビューをして、そして、いつもは、E メールとか、電話とか、いつも、私のカンパニーどうですか？働きたいですか？でも、訪問のカンパニーは、他の場所です。田舎とか、ちょっと、私は、本当に街が好きですから、街の仕事の方がいいと思います。わかりました。それですね。まあ、リンキンですね。とか、まあ、他の SNS アプリだったら、まあ、たくさんの仕事もちょっと見ているんですけど、まあそんなに難しいですかね。街でさ、その仕事を探すのが。そして家賃のあと、家、な、家賃ではなくて、料、あ、そうですね。料。給料？給料？給料はあと、本当に私の趣味とかアパートとかは大丈夫ですから、ガンダムゾイルとか、趣味ができるなら、給料全然気にしない。なるほど。それが趣大味事がでで、すね。うん、と、パート、パートの家賃を、払います。うん、払います。払って、趣味もができできるるなように。ら、できるようなら大丈夫。全然気にしない。パソコンもあるし、と。
シェルフもあるし、から全然気にしなかった。なるほど。それは、また機会があったら、来たいですね、日本に。今なる。もう日本語を勉強しているから、本当まあ、に。でも、このぐらいの日本語だったら、全然仕事は、まあ、めっちゃできるように、私は考えているんでまあ、すけど、本当には多分、もうその前に日本語の友達のために日本語を勉強したけど、日本語の友達は英語ができないから、いつも日本語を話します。でも、実は話すの時は多分大丈夫けど、書けるの漢字とか、文法とか、他のわからないことはわからないですから、例えば、ビジネスで、コミュニケーションとか説明するのとき、50%ぐらいわかりますから、多分、この理由は、できなかったと思います。いやー、そうですね。でも、まあ、人気な会社だったら、まあ、説明する人も別にあるんですけど、まあ、プログラミングする人は、まあ、もちろん、別々になってますので、まあ、そんなに、まあ、言語もそんなに大事じゃないかなと思ってますね、私は。私の会社にも、まあ、結構、まあ、日本語は、まあ、それよりはに、ジョンさんはめっちゃうまいですね。ありがとう。私本の、まあ、当に、めっ同ちゃ僚嬉たしいちんだっにた。比べたら、そうなんですけど、それはそうですね。ジョンさんの日本語は、まあ、ちょっとうまいですね。皆さんと比あべりがたとうら。ございます。ありがとう。でも本当に、あと、今もう日本語を勉強しているから、JFT を、準備？準備するの。12月。本当に私は N3 ですけど、N3 の50%できるなら、JFT を、パスした。合格を。合格した。私は、54%できた。おお。だから、本当には、前の言葉は何ですか？ちょっとすみま せん。合格を。合格したけど、本当には、50、もう40、46%わからなかったから、まあ、私の漢字は、まだ、まだ、上手じゃないです。まだ準備はちょっと足りなかったみたいまだね。準備じゃないだったから。ああ、そしなてるほど。JLPT の、話すのテストがないですから、全 部確はか書けるとか、と読むと、聞くと、話すは大丈夫けど、まあ、理解ができると思います。それですね。聴解。聴解は、まあ、リス聴ニング解。ですね。あ紹と、介は大丈夫。読解は、まあ、一番ちょっと難しいかなと思ってま難すけしいでど、すね。一番長いやつから、まあ、ちょっと短く答えが探すのが、まあ、大変でしょうね。とか、まあ、ちょっと似ているこ、まあ、答えもいっぱい、まあ、4つの中から1つ選ぶのが、まあ、結構大変じゃないですか。ですよね。まあでも、4つの言葉は大体同じみたいですよね。を勉強するのときは、報道にとか、文法を勉強したのとき、私の日本人の友達、日本で、よく話します。多分、2時間ぐらい。私の日本人の友達は英語、私は、日本人の友達に英語を教えます。そして私の友達に日本語を教えてもらいます。勉強するとき、多分毎回、この文法は、そしてこの文法は同じですか？そして私の友達の答えは、同じけど、まあ、この文法あまり使わないけど、
同じです。まあ。まあ、ちょっとふざけんなと思います。まあ、なるほど。まあ、こうやってですね、まあ、一緒に、まあ、自分の言語を、まあ、ちょっと教えて、自分もちょっと新しい、まあ、言語が並ぶのが、まあ、一番大事だと思いますね。日本人は、とってもフレンドリーですね。そうです。なるほど。日本に来たときはどうですか？旅行、大阪も来ましたか？大阪と沖縄とか青森と新潟。おう、新潟も来ました。新潟と青森、スノーボードのために、おう。青森と新潟へ行きました。ええー、素晴らそししい。て私の新潟行ったの時、ちょっと大変隠し事？ちょっと大変の隠し事は、来た、そして、なんか、オリンピックチャンピオン、スキーのオリンピックチャンピオンの死んだ。私の旅行。ちょっと、初めて日本でスノーボーディングするの時、ちょっと、私は、スキーチャンピオン、死んだかと思った。めっちゃびっくりした。怖くないですか？まあ最初は。まあ、怖くないじゃなくて、私は、アイスケーティングができるから、ああ、素晴らしい。でもスキーとアイスケートは同じけど、うん。私はスノーボーディングしましたから、ちょっと、まあ、バランスは大丈夫ああ、はと、い。それが大事バラでンスはすね。大丈夫と思いましたから、スうん。ノーボーディングは怖くない。なるほど。ちなみになんですけど、ジョンさんの何歳ですか？25、今年は26歳、10月6日。若いですね。まあ、あなたはめっちゃ若いみたいです。いや、これ、もうちょっと、ジョンよりちょっと、ちょっと上か。年上で年上。す。いや、なんか、多分20代です。27はい、そうです。歳。本当 に？そうです。あれ？いいな。はい、27ですね。ちょっと面白く質問なんですけど、どんちゃん、彼女がいますか？カード、いないです。ないですか？日本人とないだ。アメリカのどっちの方がいいですか？本当にどうしてもがいいと思うけど、いや、まあ、優しいなら全然気にしああ、ないと思います。それが一で番も、大事でなんすね。かアメリカとか、アメリカの日本の、デイティングの感じはちょっと違います。ああ、全然違いますよね。日本人のと、本当にはちょっと、まあちょっとなんか、いつも日本人のか、女の子を話すのとき、話して、ちょっと、場所へ行きたい、一緒に行きませんかと言うけど、ちょっと話して、友達になって、友達後で、一緒にこの場所へ行きませんか、女の子はいつも、ちょっと、難しいです。また今度ね、とい うう。ん、それは、その後で、彼女は全然一緒に連話さ絡しないなです。い。連絡しないです。ああ、それは、また今度という意味は、だいたいちょっと行かない気持ちなんですね。かまあ、全な。然気にしないです。本当には、なんか、私は家族が欲しいですから、本物の、本物のリレーションシップが欲しい。ああ、まあ、これは、家族は大事にする。
こ買うとことがが大一事で番す。大事ですね。なるほど。私の感じはと、彼女ができるなら、この女の子は、この彼女、ずっと一緒に住みたい、私の感じなるほど。まあ、で。それが大事ですね。アメリカはちょっと、なんか、いい彼女がいますけど、本当に、多分、私の街、多分 で70%は良くない環境がいる。も、まあ、フロリダは、まあ、本当に人気とか、まあ、ちょっと、まあ、何ですかね、人口もちょっと多いと思いますけど、まあ、もちろん、まあ、可愛いな女の子もたくさんあると思いますああ、から。かわいいがたくさんですよ。かわいいじゃなくて、多分この人はめっちゃ美人みたいけど、めんどくさいの人。まあ、この女の子はめっちゃ可愛いけど、本当にめっちゃめんどくさいです。なるほどね。それよが、く。めっちゃ可愛くなっても、可愛いなっても、まあちょっといろいろ問題があるかもしれませんね。問題、まあ。なんか、いろいろのタイプ、まあ、優しいなら、本当に気にしないと思うんです。まあ、大事なポイントは、この人一緒にずっと一緒に、全部できるの、できますの、これは大事なポイントです。すれば大事ですね。なるほど。じゃあ、ジョンさんは日本に来たときは、日本の着物を着ましたか？旧も日本の着物、まあ、国の服？の？ああ、浴衣と、なんか、銭湯へ行くの時。ああ、なるほど。そして、夏、祭り行くなら、インターの時、浴衣着ました。なるほど。今は夏祭りがまたいろいろところにお祝いしていますね。今夏だから日本には。と、パク日さん。本とアメリカの何ですかね、どっちの方が暑いですか？暑い？私は赤道に住んでいますから、毎日暑いです。でも、でもフロリダはアメリカの一番いい天気があるところじゃないですか。これはいつもは多分、ちょっとめっちゃ腹、ああ、なるほど。でも、多分、今は晴れですけど、多分2時間後で大雨がある。そしなるほて、ど。大雨後でもっと晴れになりました。なるほにど、なりなるまほす。ど。そして、どう今は何度ですか？今は、30？ 30度。こちらは31です。まあ、近いですね。ね、短い。まあ、赤道の中ですから。なるほど。でも、ヒューミニティの方で何ですか？まあ、ヒューミードの方、まあ、カタカナで読む人も結構いまヒすね。ューミニか。まあ、ヒューミニは、ここでもっとヒューミニと思いますから、たくさん。これは私の、毎日この感じの毎日服のを着服。ます。なるほど。どうは全然気にしないです。暑いなら、寒いとか、全然気にしないから、この感じ、いつも着わかまりす。ました。まあ、髪も長いですよね。あ、聞こえる、聞こえる。ああ、ちょっ大丈夫と、ですか。もう一度お願いしま
あ、はい。まあ、ジョンさんの髪も長いですよね。ああ、なるほど。ちょっと聞きました。日本初めて行ったの時、このぐらいだ。ああ、ええ。びっくりされました。これは日本で、日本の初めてのクリスマス。お、素晴らしい。うん。お、長いです初ね、めそて、れは。このぐらいだった。ええ。はい、日本食で何が一番好きですか？辛口ああ。は。食は食べ物でしょ。そうです。多分ラーメンとラーメン。たこ焼き？たい焼き。たこ焼き？小豆入れて、そして魚のケーキ。ああ、ケーキながるいいですほね。ど。たい焼きとラーメンとか、辛口は一番好きの、スナッ日本ク。人日本スの。ナック。なるほど。そうですね。もう一つなんですけど、大事な質問なんですけど、日本の若い子たちは、アメリカ人は、めっちゃフレンドリーとか、めっちゃオープンみたいなんですけど、日本の、まあ、ちょっと、日本はまあちょっとそんなにオープンじゃないですよね。それはどう思いますか？オープンと思いますかあな。とは、まあ、アメリカ人はめっちゃフレンドリー、めっちゃオープンみたいなんですけど。例えば、まあ、若いの人は、例えば、日本いたの時、いたのじゃなくて、住んだの時、住んだ時、どうですか？ノーは大丈夫？はい、大丈夫です。住んだ時、若いの人、あまり話さなかった。いつもおじいさんを話しました。なあ。いざ一人で、いつも一人で居酒屋行って、そしてたくさんの食べ物を食べて、そしてたくさんレモンサワーを飲んで、そしてめっちゃ優しいのおじいさんは、なんか、テニスさん日本語を使いました。とか、めっちゃ優しいのおじいさんは、ああ、日本語はめっちゃ上手ね。どこで借りましたといつも、そして私とおじいさんお話し、なんか渋谷で一人で居酒屋行ったの時、ちょっと本物のヤクザを会いました。おお。ほん、うん、えっと、なんかあの、あ指は切れた。あ本当には私はちょっと、はあ、これは本物のヤクザか。いえいえ、マジかと思った。でも、めっちゃ優しいの人です。めっちゃあ。優しい人だった。でも、あまり若い人話さないです。それはですね、日本、それ私も感じますね。若い友達を作るのが日本には結構難しいです。まあ、オンラインとか、他のアプリを使って、まあ、Facebook とか、インスタとか、それぞれが使って友達がなるのが、まあ、簡単みたいなんですけど、もちろん、ゾンさんが教えた通りに、そうですね、若い人たちはちょっと友達に作るのが本当にちょっと難しいと思いますね。それ私も感じます。アメリカ人なら、本当には、若いの人気にしないと思いますけど、人のように間違いますから、そうですめっね。ちゃ優しいの人とか、めっちゃ悪い人とか、めっちゃ、いろいろがいますから、オープンの、はい。本音はと、なん人によか、って違いますよね。だからなちょっるほど。と難しいと思います、アメリカで。アメリカはたくさん他の国なあ、はいはい人がはい。いるから、日本で
全部じゃなくて、でも、ほぼ、99%は日本人ですから、99%日本人とアメリカは、20%アジア人とか、20%スペイン人とか、海外の方が結構いるのでね、まあちょっと人によっても全然間違いますよね。なるほど。まあ、またちょっと時間も一本つかないですけど、まあ日本に何ですかね、来る予定がありませんか？いえ、日本も行きたいです。もっと行きたい。来年の9月、旅行します。ああ、なるほど。じゃあ、そしたらその時はもし、まあ、近くにあったらぜひ会いましょもちろん、来年の、一緒に、まあ、お酒どうですか？めっちゃ酔っ払いになりますう。か？私、あんまり飲まないですけど、まあ、あんまり飲まないか？少しだったら OK です。まあ、じゃあ頼む。プランを考えてください。なあ、はい、全然、はい。じゃあもう、時間もちょっと終わりましたが、ジョン大丈さん、夫です。また話しましょう。まあ、本当もにちろんだあよ。りがとうございましいつもた。DM、送ってうん。ください。メッセージ送っはてくい。だありがさい。とうごはい、ありざがいとうごまざしいまた。す。バイはい、バイ。お疲れバイバイ。様でした。はい、ありがとうございます。